じゃあねー。はーい、ありがとう。はい。ですので、何がですのでかよくわかんないけど、紙芝居が本日いっぱい。あと、ワクワク学校のグッズの販売、これ、ネットで買えるようになってるんですけれども、そちらも今日までということなので、まだ覗いてない方はちょっと見ていただけたらと思っております。桜井です。いるかな、小野さん。そう、今日ちょっとね、面白い動画、なんか、相葉くんが、まあ、プロデュースっていうか、なんかいろいろ相葉くんが調べてくれて、こんなのどう、あんなのどうなんて動画撮って、あ、いた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 ！神だ！神現る。失礼。ごめんね、ちょっと俺、皆さんにさ、最後メッセージ言ってもらうの忘れてた。いやー、よかった。皆そさん、ばメッ食ってセージおた。願いします。え？そば食ってた。いや、鼻にそば詰まっちゃってんじゃん。メッセージ。そう、ファンの皆さんに、ごめん、一言。そうですね。まあ、久々のインスタライブですけど。まあね。まあまあこういう状況ですけど、まあ僕らにね、できることを探ってる感じですよね、今ね。いろいろね。まあその中で、お互い気をつけながら、今できることをね、ちょっと考えながらやっていくんで、ぜひ、こういうインスタライブも急にやるからね、すいませんね、本当に。ということも含め、まあ、固定も含めですけど、個人的には、お互いね、こう、なかなか自由に動けない分、こう、こういうとこでね、いろいろ配信していきたいなと、今後とも思っていますんで、くれぐれも健康で、お互い、そばを食べましょう、皆さん。ね。何そうお食べになられたんですか？天とじそばをいただきました。お腹いっぱいです。お食事中失礼いたしました。いあ、えいえ。ちょっとこの顔を合わせるやつをね、なんかみんなやってるんだけど、ちょっとオンさんも顔の下半分、ちょっと上に行けます？あ、こういうこと。もうちょっと待ってね。あ、俺がもうちょい下がればいいのか。これだ。ありがとうございます。すいません、お食事中、失礼しました。じゃあ続いては誰だっけ？もうラスボスですよ。ラスボスだ。呼んできます。お願いします。ありがとう。ああ、よかった、いた。まさかご飯食べてる最中だったとは。確かにちょっと食べたくなってきたな。いるかな？どうだろう。青木さん何聞こうかな。そっか、なんか喋った方がいいんだな。そうだな。なんだろうな。来たか？